はい、お花喜ぶ力こぶということで、今回はアネモネパブニナについて話したいと思います。まずアネモネパブニナということなんですけど、まあ、アネモネ多々あるアネモネの中ですごく育てやすくて丈夫で、長生きするっていうところがアネモネパブニナの特徴です。まあ、僕が野生のものからすごい品種改良を重ねて、外でも育つ長生きするよというもの、丈夫なものを選んで品種改良して今に至っているというところです。まあ、そもそも原産国はギリシャだとか、トルコだとかヨーロッパ地中海のものなので、やっぱり暑い夏は乾燥して、休眠するという状態になっています。なので、まだ今秋ですけど、こういうふうに球根が、まあ、正確に言うと開茎ということになるんですけど、根っこの一部が肥大したものです。ね、そろそろ、まあ今東京でも彼岸花が咲き始める、芽が動き始めるっていうところなので、根っこもアネモネも地上部はあんまり動いてないんですけど、根っこが動き始めるっていう時期なので、この時期に植え替えをするとすごくいいというシーズンなのでご紹介をしたいと思います。まずその前にアネモネ初めてって、パブニナ初めてっていう人もいると思うので、まず名前の説明からしたいと思います。そもそもそれこれは学名で、アネモネというのが、風に揺られるっていう意味らしいんですね。ラテン語で。で、なんでアネモネって下の方で咲いたりするものもあるのにそういう名前がついたかっていうと、種ができるとふーっと上がってきて、綿毛になる時にはすごく背が伸びてくる。なので、アネモネと、風にそれが風に揺られて飛んでいく姿を見てアネモネっていう名前をつけたらしいです。で、パブニナというのは、今全然お花がないんですけど、まあうちの花ラベルということで、色はいろいろあるんですけど、その中で、基本的には赤とか薄い紫が自然界では多いんですけど、花びら、花に対して中心部が多いので、それがまるでクジャクの羽の一部みたいなということで、クジャクという意味でパブニナという名前がついたらしいです。で、それが特徴という感じですね。名前の説明というところで、した。で、一年のサイクルの説明としては、今ちょうど夏は休眠、まあ夏が終わって秋になってきてるんですけど、休眠といって、球根だけの状態、先ほど見せたような状態で、この後まず葉っぱが出てきます。ちょっと分厚めの、切れ込みの薄い葉、少ない葉っぱが出てきます。で、その後、冬になるとこの葉っぱが茶色くなってきて、やや汚らしくなってきて、枯れないまでにしても、寒い地域だと枯れるんですけど、団地、東京だとか関東だとそんなに葉っぱが枯れずに残っていて、で、春、だいたい3月ぐらいに東京では咲くんですけど、雪国では4月、5月とかになるんですが、その葉っぱがやや疲れ始めて、地面にくっつくぐらいになって、新しい葉っぱが中から出てきます。冬の終わりぐらいにもう一回葉っぱを出すという、だから年に2回、葉っぱをアネモネパブニナっていうのは出します。で、その新しい葉っぱが出てきた時に、同時に花芽を作り始めて花が咲くという性質を持っています。で、春になってゴールデンウィークぐらいになると暑くなってくるので、枯れるという一年のサイクルになっています。で、その中の今、秋の初めなんですけど、この時期に植え替えをすると非常にいいので、今回は植え替えの紹介というか、球根の性質、どうやって植えたいのか、どんな土がいいのか、どんな鉢がいいのかということでご紹介をしたいと思います。じゃあまず今こんな感じです。おおむね、ほとんどは地上部がない状態で、はい、横山園芸ではですね、下は普通の土、どちらかというとクリスマスローズみたいな、赤玉土、鹿沼土、ベラボン、腐葉土、何かが入っています。で、その土の上に、球根を置いて、ベラボンを被せてるという風な育て方をしています。なので、だいたい地上部、だいたい1センチぐらい下に、こういう風な球根が、いい球根ですね。だいたい3歳ぐらいかな、これで。
親指の10円玉ぐらい。こんな感じ。ね、どっちが上だか下だかわかんないぐらいかと思いますけど、不定期に、不規則にというか、あちこちに芽を、新芽を出す、成長点を作る性質があるので、まあ、どうやって植えてもいいっていう感じではあるんですけど、できれば、もそもそっとしてる。わかりやすいかな。こういうところね。が成長点に一応なっています。で、早いものでは、こういうふうに、根っこが動き始めてる。状態ですね、ここら辺。ヒゲみたいなのが出てるの。で、さらにね、早い子はこう、葉っぱを出す。この早い遅いは、もちろん温度にもよるんですけど、湿度、どんだけ夏の休眠期に水をやったかによっても動き方のスピードって変わってきます。一番保存方法として悪い、動くないのは、掘り上げて、引き出しにしまっておくこと。乾燥させすぎちゃうこと。一番おすすめしてるのは、前回でも言った通り、土に植えたまんま外に放置しておくというのが一番いいです。っていうのは、この休眠から開けるときに球根がしぼみすぎていると、意外とその動き出すのに時間がかかっちゃったり、下手に湿度がいきなり来ると腐っちゃったりするので、できれば球根がしぼみすぎないように適度な湿度を保ってると、すごく休眠開けがスムーズにいくという感じですね。はい。で、いろんな球根を掘ってみたんですけど、こちら。汚いお皿でごめんなさい。もっと綺麗なのをしたけよかった。こんな感じですね。大きさいろいろです。未生1年目、2年目ぐらいはもう本当に米粒ぐらいのものもあるぐらいで、だいたいここら辺になると4年、5年ぐらい経ってくると、こういう、不細工な球根に。ね、決して丸くならないんですよね、面白いことに。で、こう、アメーバーみたいにどんどん広がっていくというのが、特徴です。これなんかは5年ぐらい経っている球根なので、会計球根なので、下手すれば僕なんかはこれ、売り物にするという点では1個で売っちゃうと大きい鉢で売らなきゃいけなくなっちゃうので、株分けといってパキッパキッと折って、2つに分けようかなっていうぐらいのサイズです。例えばこれぐらいの球根であれば、だいたい3センチぐらいかな、これ。であればこれぐらいの鉢。6寸、7寸ぐらいの鉢に1個。意外と広いスペースがアネモネには必要ということが言えます。小さいポットに植えちゃうとすぐ乾いちゃったりだとか、あんまり花が咲かなかったり、栄養が取れなかったりっていうので、どちらかというとちょっと大きめの鉢に植えるのがいいです。まあ、極端に大きい鉢に植えちゃうとね、球根が腐っちゃうっていうこともあるので気をつけてほしいんですけど、例えば、その1、何年も育ててるやつがこういうふうに大きくなってきたら、こういう鉢に、大きい鉢に、こういう鉢に植わってたものを大きい鉢に植え替える。もしくは、あんまり鉢を大きくしたくないわとか、いう方は、これを、球根を、そうですね、無限に。よーく見ると、ここと、ここが成長点、なんですね。まあ、慣れない人はやらない方がいいかと思うんですが、ここにあります。なので、僕だったらこうやって、分けて、二つ。さっきの一つの大きいポットに植えるよりは、半分を同じポットに植え返す。もしくは、もう一回り小さい鉢に植えるっていうことができます。なので、パターンとしては、株分けをして、球根を割って二つに植える。もしくは、大きい鉢にそのまま植えると。心配な方は大きい鉢に植えていくのがいいと思います。っていうのは来年また大きくなって簡単に株分けできるようになるので、そういった意味では方法があります。なのでね、小指もしくは1センチぐらいの球根で、うちではだいたい 10.5 センチのロングポット、これに、植えています。で、植え方としては、土を上から1センチぐらいのところにちょっと穴を開けて、球根を
を肩の部分まで埋めるという形にします。なんでですか、それ。っていうのは、あまり土の中に深く埋めすぎると、球根が、腐ってしまう可能性があるので、酸素がやっぱすごい好きだし、湿りすぎは良くない、乾燥しすぎも良くないっていうので、こういう風にしています。で、この上に草が生えないように、僕はヤシガラチップ、ちょっと今手元に用意してないんですけど、ヤシガラチップベラボンを乗せて草が生えないように、適度な保湿になるように、で、酸素もすごくいくようにというので、そういう風な植え付けの方法にしています。ね、すごい球根先ほども見せたんですけど、決して丸くなっていかないっていうのが面白いですよね。シクラメンとか、ね、チューリップだ、他の球根ってまん丸になっていくのに、こういう風にアメーバ状になっていくっていう、さっきね、スタッフと話してたんですけど、なんでこんな球根になっていくんですかね、なんていう話で。で、アネモネっていうのは、実はラナンキュラス、金ポウゲ科という植物の仲間なので、どちらかというとこう根っこ、コブになるような、クリスマスローズも実はそうなんですけど、どちらかというとこう切り株みたいなのが不定期にこう芽を出して、横に広がっていく。ランナーとまでは言わないんですけど、ランナーと球根の足して2で割ったような感じというイメージで考えてもらえばいいかな。なので、こういう面白い球根になっていくので、もうこの時期しかやっぱり見れないから、あんまり成長しちゃって葉っぱが出ちゃったりするとね、その、球根の部分、あんま根っこは乾かしちゃいけないですし、この時期ちょうど動き出す一歩手前っていう時に植え替える時に見れるこの球根の面白さっていうのもこのアネモネの醍醐味かななんて、パブニナの醍醐味かななんて思ってるんですけど、まあ僕自身もなんかこう園芸作業の中で一番好きなのは植え替えっていうところで、こういう普段見えないところが見えるっていう楽しみがあるかなという気がします。まあそんなのが植え替えということで、鉢のサイズ、球根の、球根の大きさによって鉢のサイズを変えるとか、方法はいろいろ一つではないので、自身に合った方法でやってもらえればと思います。で、この後、葉っぱが出てきて、成長を始めます。で、その時にやっぱ必要なのは肥料。で、さっき年2回葉っぱを出すと言ったと思うんですけど、まず秋に肥料をしっかりやります。まあ、一気に一日に何センチも伸びるような球根じゃ、植物ではないので、やっぱりクリスマスローズ同様、緩効性肥料、ゆっくり効いていく肥料を、置き肥であげる。もしくは葉っぱが出てきたら液肥でどんどん追っていくっていうことをします。で、冬、一時寒い時期になると、ちょっと成長が鈍化します。なので、その時期はあんまりやらないで、また春、葉っぱがこう、何もしなくても葉っぱがスーッと出てくるので、出てきたら、またすぐ肥料、置き肥をやる。なので、大きく分けて、年2回やれば僕は十分だと思っています。うちでも年2回しか置いてないんですけど、それでも十分花を咲かせてくれるので、意外と肥料好きです。アネモネパブニナ。ただ、やりすぎると球根が、ブニャブニャになっちゃったりだとか、肥料ぶくれ、水ぶくれして、弱々しい球根になってしまうので、あまりやりすぎは注意なんですけど、やらなすぎると花が逆に咲かなくなってしまうので、やっぱ適宜にしっかりやるっていうところが大事なことかなって。まあそんなところで、アネモネのパブニナ、今が一番シーズン、9月から10月ぐらいまでの間が一番その植え替えには適している時期なので、皆さんもやっていただけたらと思います。そんなところでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。なんかある？球根がどんどん大きくなるとおっしゃいましたよね。で、接触点が2つあったので分けましたけど、それ分けないで、例えばどんどん大きくしていったら、一つの球根から何本もの花が立つっていうことですか？まあ、球根の寿命という点では、例えばですね、球根の寿命という点ではだんだんこう大きくなっていって、成長点があちこちに出てくる。そうするとね、いつの間にか真ん中がね、腐ってきちゃったりするんですよね。だ自然と意外とその、球根の真ん中っていうのは、何もしなくてもボロボロと落ちてちっちゃい球根がいっぱいできてるとかっていうことも自然界ではあるみたいですね。で、僕も鉢で育ててて実際に掘り上げてみたらなんか球根がボロっと落ちたとかいうこともあるので、無理にこう割らなくても全いいですし、永遠に大きくなってってこんな風になるかっていうと実はならないっていうのはありますね。やっぱりいいところが残ってこう
成長していくっていう感じなので、だからその毎年、そう、できれば毎年球根は掘り上げて、植え替えてあげた方がいいと思います。球根の調子を見るってことも大事ですし、そのどういうふうに増えてるかっていうのを見るのも大事なことかなと思っています。もちろんだから、あまり鉢の数を増やしたくないわっていうので、一つの鉢に二つ植えるっていうことも可能ですし、三つ植えてもそんなにアネモネパブリナの場合は変化することないので、一つのポットでいろんな花が咲いたらいいわなんていうのもありかもしれないですね。でもその代わりやっぱり毎年植え替えてあげた方が、調子はいいみたいです。まあ大きいポットになれば2年ぐらいほったらかしておいても大丈夫なんですけど、その場合はまあ土を、表面の土をこう落としてあげて、球根生きてるねって見てあげて、また肥料をやって、ちょっとオルトランだとか農薬を撒いてあげると虫にやられにくくなるっていうのがあります。この時期、そうですね、アネモネのパブリナで虫、害虫というと一番の天敵は僕にとってはダンゴムシとナメクジかな。で、次はやっぱりハマキムシ、あの葉っぱと葉っぱをペタってくっつけちゃってこの間にいる虫なんですけど、あれが出ちゃうと著しく成長が落ちちゃうかなっていう。ヨトウムシとかそういうのはあまり聞いたことがないかな。まあそもそもキンポウゲ科だから、毒があるからちょっと食べられにくいっていうのはあるんですけど、基本的には丈夫です。農薬やんなくても生きていけるので、ほったらかしといてもっていうところではあるんですけど、ちょっと気になる方、あったかい方、いろんな植物があって虫がちょっと多いわっていう方はそういう処理をしとくといいかと思います。まあ、なので、流通するのはね、主に花が咲いてからなので2月3月になるかと思うんですけど、今の時期お持ちの方は、そういう準備をしていただきたいということと、2月3月になったらぜひとも横山園芸のアネモネをよろしくお願いしますということで、今回のアネモネパブリナの説明を終わりたいと思います。以上、また。